はい、神木です。今までですね、たくさんこうちっちゃい発見、ワンピース作中でこうわざわざ描かれたんじゃないかっていう発見ですね、をいくつか紹介してきましたけども、今回はですね、その逆ですね、わざわざこれ書かなかったんじゃないかっていうものをちょっと紹介したいと思います。これっていうのはですね、多分、本当にわざと書かれてないんですよ。っていうのは、書いてしまうと多分、ワンピースの謎に迫ってしまうからだと思うんですよね。なのでその当時は書かれなかったんだろうっていうのを紹介していきたいと思います。でまあですね、考察の材料みたいな感じで捉えてもらえると助かります。私自身はですね、あんまり考察が得意じゃないんですよね。っていうのも、まあ、いつも小田さんはまあ私の想像を超えて面白いことを書いてくださるんで、それをですね、当ててしまうとなんかちょっと残念に思ってしまうんですよね。また逆に単純に当たらなかった時は当たらなかった時で残念なんであんまり考えないんですよね。小田さんの手のひらでめちゃくちゃ転がされたいタイプなんですよ。もうこねくり回されたいんで、でもこれわかる人、結構いらっしゃると思うんですけども、とにかくですね、もう本編で味わいたい。もう自分の想像でそこは考えたくないっていう人なんであんまりそんな考えないんですけども、皆さんのですね、考察の材料の一つにでもなればなと思います。それでは行きます。はい、で今回お話ししたかったのはレッドラインですね。レッドラインちょっと不思議なことが多いんで、それはちょっとお話ししていきたいと思います。で、ワンピースの世界ですね、レッドラインっていうですね、縦にこう繋がってる一つなぎのこう大陸があるんですけども、それ自体はですね、あるってもう明確に、はっきり書かれてるのにもかかわらず、何も描かれてないに等しいんです。っていうのが、レッドラインですね。めちゃくちゃ広大です。多分グランドラインと同じぐらいの面積があるんですよ。なのに明かされてるのがですね、リバースマウンテンと聖地マリー城、この2点だけなんですよね。だからその他の部分っていうのは全然描かれてなくて、もしかしたらですね、人がめちゃくちゃ住んでる可能性もありますよね。都市がたくさん栄えてたり、あとは逆でですね、聖地マリー城以外はもう全部何もない、でもあり得るんですけど、どっちかわからないんですよ。何も描かれてないんですよね。それがまずおかしいと思うんですよね。なんで、ワンピースの世界っていうのは歴史をですね、今からこう今まさにこうジャンプでは紐解いてるような状態ですけど、なぜそもそもレッドラインっていうものがあるのかとかですね、なぜ赤いのか、そういうのもですね、多分描かれると思うんですよね。なので多分いろいろと描かれてないんだと思います、はい、その中でもですね、はっきり描かれてないのはリバースマウンテンの反対側ですね。リバースマウンテンの反対側というと、双子岬ですね。ラブーンと出会った双子岬、双子岬からこう一周して最後にたどり着くところかどうかはちょっとわからないんですけど、とにかくログをたどって着く最後の場所になるのかな。それもまだですね、ちょっと解釈によってはあやふやなんですけども、犬嵐とですね、波の会話から言うと、そこでですね、古代文字の謎とかに行き着く、そこで気づくって言われてるところですね、がもしかしたらそこかもしれないんですけども、メリー号でですね、最初グランドラインに入った時、波の創造みたいな感じでですね、一回描かれたんですよね。そこではっきり描かれなかったのが、リバースマウンテンの反対側の等高線なんですよね。等高線、その場所が何メートルかとかですね、どれだけ急な坂になっているかとかがわかる等高線ですけど、反対側描かれてないんですよね。で、ここはですね、まあ波のこうイメージっていうか想像だと、ちょっと黒い大きな影とかは書いてあるんですけど、どんな感じかわかんないんですよ。ルフィたちはイーストブルーから入ったんで、ザパーンと頂点に上がった時しかすぐ近くにこうなかったわけですけど、ノースブルーとですね、ウエストブルーから入った人たちっていうのは、まずそこのこうリバースマウンテンを登ってる間の隣はもうそこなんですよね。がすごく謎っていうか、行こうと思えば行けそうじゃないですか。で、それを考えた人っていうのは多分ワンピースの世界でもいないわけないと思うんですよね。また海軍とかですね、世界政府側の人間は多分そこに行けると思うんですよね。ノースブルーの端っこからですね、回廊石を引いた海軍船の近くまで行けば行けると思うんですよね。行けない理由っていうのがまだ分かってないっていうかですね、ものすごい過酷な環境とかっていうのも描かれてないんで、多分世界政府側は、知ってると僕は思ってます。そこは何なのかっていうのを。
とにかく世界政府側の意向でそこが隠されてるのか、世間に公表してないっていうことであそこはこう書かれてないんじゃないかなと思ってます。もしかしたらですね、あそこはめちゃくちゃ高い、空島に届くような高い土地かもしれないですよね。また高いと見せかけて、すごくくぼんでてですね、平地になってる可能性もあります。そこは必ず、もちろん描かれると。まあこれが一つですね。私が思うですね、また怪しいところ、レッドラインでですね、それが、さっき言ったように、リバースマウンテンとマリージョアが描かれてますけども、そのですね、そこの間ですよね、上のてっぺんと下のてっぺんっていうのがですね、描かれてないんですよ。もちろん全部描かれてないんですけど、どんな風な地形かっていうのも明かされてないんですよね。例えば、今まで、何個かですね、地球儀みたいな感じで、ワンピースの世界のその惑星が、描かれてますけど、どうしてもグランドラインを中心に描くんで、上と下っていうのはですね、隠れるんですよね。上と下のこう表面と裏面っていうんですかね、は、境目はですね、わずかに隠れてしまうんですよ。なんで、そこがもしかしたら、今までこう一つなぎって言われてますけど、分断されてても大丈夫なような書き方をされてるんですよね。まあ他にもいろいろ思うところがあって、例えばですね、これ15周年のですね記念の時にジャンプについてきた、ダイブトゥグランドワールドっていう冊子ですけど、ここにもですね、地図、惑星の 地形、俯瞰で書いたような地球儀みたいなのが書いてあるんですけど、そこでもですね、一番上と一番下っていうのは雲がかかって見えないようになってるんですね。またですね、グリーンですね。これにもラフ画が書いてあるんです。小田さんの落書きノートみたいなのが書いてあるんですけど、そこもですね、ノートに書いてあるのがパッて貼ってあるんですけど、どうもですね、上と下っていうのは切れてるんですよね。消されてるんですよね、収録するときに。なんで、そこのつなぎ目か、まあそこに分断されてないにしても何か特別なものがあってもおかしくないような切り方をされてるんですね。もし仮にですね、そこが北極とか南極、まあバギーとシャンクスが言ってたようなですね、クラーケンの出身でもある北極とか南極のがあったりですね、分断されてたりしたら、もしかしたらですね、またいろいろ繋がってくるかもしれないですよね。まあ材料としてこうもう描かれてるのはテキーラウルフですよね。ロビンが飛ばされたテキーラウルフはイーストブルーにあります。で、雪が降ってましたから、まあ、イーストブルーっていうのは多分穏やかな気候なんですよね。雪が降るとすれば、まあ、冬っていうのもあり得るんですけど、多分、経度が高いところになってくるんじゃないかなと思うんですよね。またシャンクスもですね、第1話で言ってましたね。2、3回こう旅したらですね、ずっと北の方に行こうと思ってる。言ってましたけど、それがですね、そこを目指してた可能性もちょっとあるんじゃないかなと思います。またですね、その下の方ですね。下の方は、もし何かあるとするならば、かの国ですね。ドン・チンジャがいたかの国は、宝玉氷床って言ってですね、氷の土地を頭で勝ち取った氷の土地があって、そこがもしかしたら、その下の部分、下のてっぺんの部分に近い部分かもしれませんね。かの国ですね、テキーラウルフと同様にですね、大きな橋がですね、国の中にあるんですよ。で、その橋がすごく謎なんですけど、もしかしたらまあ何かをこうかける、つなぐっていうことをですね、よく知ってるような国かもしれませんよね。まあその近辺で怪しいなと思うのは、ワル・ブラック・ドラム王国ですね。あれ、ワポルがいたワル・ブラック・ドラム王国なんですけど、ワポルのこう環境からすればですね、まあ、お金持ちになりたいわけで、多分ですね、相手が近い方がいいと思うんですよ。言ったらグランドラインとか新世界とかにですね、いた方が、多分財をなせると思うんですよね。なのに、なんでこう、南の海、サウスブルーに行ってるのかなとも思ってて、もしかしたらその南をこう、分断されてるとしたら繋ぐことに、財をですね、投資してる可能性もあるなと思うんですよね。それを誰かに命じられて、投資している可能性もあるんじゃないかなと思います。ということで、もしかしたらですね、仮にですよ、そこが切れてるとするならば、一つなぎの大秘宝っていうんですね、ワンピース読みますけども、一つなぎの大秘宝はですね、世界政府側が作りたいもの、一
とつなごうとしているものということで、そのレッドラインはですね、大きな意味で表している可能性もちょっとあるんじゃないかなと思うんですよね。まあ本当に謎が多いんでですね、今からどんどん描かれると思いますけども、まあ、いろんなことを楽しみにしてですね、読んでいきたいと思います。まあまた面白いなと思われたら、ぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いします。またですね、冬、みかん1個食べちゃったら、ついつい2個目いっちゃうよっていう人は、グッドボタンの方をよろしくお願いします。じゃあね。